ということで、まあ、せっかく解放されたし、ここで撮影やってみますか。さて、あ、ピカチュウとか大きく撮れそう。あ、ホルビーくんちゃんと出てきてる。ホルビーくんとピカ様。リンゴどうぞ。君たちリンゴ好きそうだよね。どうよ。あ、反応した。あ、なんかめっちゃこっち来てくれた。こっちまで来ない？あ、バチ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 ！近い近い。めっちゃ近い。あ、かわいい。いや、さすがピカ様。かわいいね。ピッカピッカ。で、なんて？あ、ヤブクロンくんだ。ヤブクロンくん、これ大丈夫？燃やして。あ、こらった。焼きリンゴ。あ、近い近い。あ、めっちゃ近い。どこ行くんだい？って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 。たぶんね。これ何？あ、アブリもいる。ちっちゃすぎて見えんかったけど。あ、ムックルくんもいるじゃん。ちゅ。どうどう？あ、食べてる食べてる。めっちゃ可愛いな、ムックルくん。ムックルくんはね、そう、ダイヤモンドパールリメイクが発売されるんで言っとくんですけど、序盤の鳥にしてはね、ムックルくんってね、めちゃめちゃ戦力になるんですよね、旅パとして。うん。まあ、威嚇のモーションがね、ちょっと出るたびに発動しちゃうのが、ちょっとめんどくさいところではあるんだけど、まあ、それ抜きにしてもね、やっぱりストーリーでとても強いと思う。うん。まあ、対戦でも強いと思うけど、よいしょ。まあ、それでもね、強いと思うね。イルミナオーブ。お、いいの取った？あ、食べる？食べてるのかどうかちょっとわかんないけど、吸ってる？吸ってる？それ、チューって言ってるけど。何戦った今。チュー！おー、いいんじゃない？イルミナオーブ当てるとこうなっちゃうのか。どこだ？あ、そこか。分岐か。まあ一応、研究室の中も行っとこうかな。なんかデデンネとか違う動きしてるかもしれないし。ポッポの風緑。さて。あ、ムーランドくん中で寝てる。あ、イーブイくんも中で寝てる。めちゃめちゃ可愛いじゃんね。さて、何がある？そっち。あ、上。何？博士の生活スペースに繋がってる。なるほどね。DDA みたいな感じでベッドがあるわけね。なるほど。まあ、一階はガチ研究室って感じだもんね。ここで寝泊まりしてたらなかなか不健康である。たぶんね。あ、いいポージュ。ほっ。おっと、残り枚数が。はぁ？でも、初ルートなので、最後まで見てみようか。ああ、嘘っき取れない。ちょっと。せっかく嘘っきが正面で取れるっていうのに、ちょっと枚数が嘘だ。嘘だ。この私が、枚数を管理ミスるなど。あー、ウソキーくん。初ルートだから、最後まで見せてやろう。お前が取れなかった瞬間をなって。博士がそうやってニヤニヤしてる。つらい。たくさん見れたね。そうだね。後半は見れただけだったね。あ、すごい。遊んでる。あー、チューってやってる瞬間って別に星1なんだね。へぇ。シャキーン。始めようか。さて、ピカ様。ベストタイミング。普段通りのようだ。つまりこれは普段通りっていうことなんだな。まあ、ただ4000点を超えたんで、ナイスですね。ホルビー、めちゃめちゃちっちゃい。博士的には大きさ5ミリって言ってきそう。
百さん、ゴミって言ってる。シャーレさん、大きさゴミですねって言われてる。あー、まあ、記録更新ならず。ムーランド。大きさはかなり高いと思うんだよな。どう？これ結構、OK、4200点。ありがとうございます。いや、本当にベースキャンプ上がるの渋いんだよな。まだまだ調べるところがあるんだよって言ってる。上達の兆し。あ、1500円も取った。500円?1500枚も取った。いやー、結構取ってるんだね。フレーム。じゃあ、ベースキャンプ戻りますか。時式の森。まあ、結構霧が深い森。ただ、雪とかは積もってなさそうなんで、寒くはなさそう。通信も少し不安定かな。慎重に行こう。オーロット君が早速。一応、イルミナオーブもこれで使えるのか。お、起きた。お、お、お。テケ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 。正面。なるほどな。これ、どっちかっていうと、氷ポケモンっていうよりは、ゴーストタイプのポケモンが、たくさんいるイメージか。いやー、なんかいるし。ダーテングもいるしさ。それ何？ん？あ、隠れ音かもしかして。あれ、でも隠れ音じゃないか。これ、誰が何してるんだ？音楽。なんかいるんだな、そこに。はてなはてなはてな。あれがなんかやってた正体か。いや、なんも見えない。あ、めっちゃ見えるようになった。ここは夏みたいだって博士が言ってるぞ。夏みたい。剣ホロ押す。ん？おー、ジジイ、ジジイロン。そんな風に浮遊できたんか、お前。え、そうだったんだ。知らんかった。あ、なんか竹とかたくさんあって。パンダ、パンダ。あ、四季鹿夏。へえ。なんかでもすごい化かされてる感するけど大丈夫かな。ダネフシャ、めちゃめちゃかわいい。遊んでるし。リンゴだよ。どう？リンゴ。リンゴだよ。なんかピピピピューって言って何？あ、君が遊んでるのか。そこは？そう、あそこも不思議だね、いる。あ、シキジカじゃない。メブキジカ。あ、ケンホロ。どうぞ。音楽だよ。あ、また霧が濃くなったな。今度冬とか言わないでよ。あ、またここに戻ってきたのか。で、君は春の姿。春か。一応季節的にはここ春で。え、これ四季巡っていくとかそういう話とかあるかな。いや、めちゃめちゃ化かされてる気がするんだけど、ゴーストタイプのポケモンたちに。まあ、あとはフェアリータイプっていう説もあるよな。オーロットくんめちゃめちゃたくさんいるし。ニャスパ、そこにクリスタフラワーがある。クリスタフラワーに当てたいな。クリスタフラワー当てると基本的にはいいことがある。反応してるぞ。うおお。オホロットがめちゃめちゃたくさんいるんだよな。てかこれさ、あの死者の森とか言わないよね。
これ黄泉の国への道へと歩いていくんじゃよっていう、気づいた時にはもう遅いみたいな、なんかそんな感じするよね。行きはよいよい、帰りは怖いみたいな、なんかそういう感じで、にゃすぱー空飛んどる。いや、そんな感じすごいあるんだよな。大丈夫かな、これネオ暗号ちゃんと元に戻れる、あの通信途絶えましたみたいな。次、秋とか、あ、クマー、クマ、すごいな、なんかまた別の場所だな。時間が経過しているか、これ。ヤンチャム。ほい。いいんじゃない?クリスタフラワーは光らせておけ。ほい。ほい。クリスタフラワーは光らせとけ。なんかいる?ん?気のせいか。いやー、これ。芽吹き鹿がいれば季節がわかるんだが、ただ秋という感じは別にしないな。かわいい。いや、ジジイロン君マジで飛ぶんだね。確かに羽はあるとは聞いたが、確か羽休めとか覚えたんだっけか。そしてまた古代遺跡と、クマー、あ、ゴールだ。他なんかあるかな?いやー、なんか探索すごい不足してる気がするな。いや、ゴーストタイプのポケモンとフェアリータイプのポケモンに化かされてる気しかしない。もうポケモンいなさそうか?シャキーン。さて、オーロット、いや、こんなん霧の中から出てきたら絶対腰抜かすね。めちゃめちゃ怖いもんね、オーロット。4100点、やったー。結構点数出たな、すごいな。大きさかな。ニャスパー飛んでるんだよな。エスパータイプのポケモンもうちょいいそうだったけど、意外と取れなかったね。ニャスパーだけじゃない気がするけどな。2068点。ダーテン。ヤンチャムと一緒。4200点。オッケー、ナイス。素晴らしい。どうどう。4100点。なんかさ、写真の結構、ほら、精度上がってきてない?私。ね。いい感じに写真の技術が上達している気がしなくもない。いいね。これも4000点乗るっしょ。乗らんかった。ギリ大きさが足らんか、向きか。ジジイロンねえ、ちょっとね、草でね、目が隠れてるんだよね。なんかインタビューを受けた A さんみたいな感じになってるんだよね。2600点。ヤンチャム。いや、これほんと水浴びヤンチャムかわいいよね。そう、ヤンチャムのね、アニメーション、なんかポケモンキッズだったかで公開されてたやつ、あれめちゃめちゃ良かったよね。ほんといい話だった、あれも。四季実家。夏の姿。春とかもいるんかな?あ、春はいたか。芽吹き実家の方が。3400点。不思議だね。いや、なんかいい目してるよね。新発見だ。いいね。気になるものがあった。3500点。まあまあ。いや、個人的になんかいい表情してて好きよ。あー、343点足らんかった。ゴールドコレクター。
格闘コレクター、ノーマルコレクター、漫画富豪、夏の竹林。あ、夏の竹林だったんだ。まあ、夏って言ったもんな。格闘、ノーマル。まあ、リトライですね。さあ、もう一回来ました。大丈夫かな？なんか、うっかり黄泉の国行ったりしない？これ何回も来て。うっかりサンズの顔当たりそうでめちゃめちゃ怖いんだよね。頑張ってね。あ、すごい。これもしかして修行してもらってんのかな、ヤンチャム。こうやでって。天狗に鍛えられた少年みたいな。源の義経みたいな、そんな感じかもしれない。オッケー。めっちゃ大きい。ダネフチャ、取れた取れた。あー、かわいい、かわいい。めっちゃかわいい。これベストショットでしょ。リンゴどうぞ。ごめんって、そんな風にミントって。悪かったよ。終わりか。いや、これでしょ。こんだけベストショットもなかなかないと思うんだよな。どう？いや、これめちゃめちゃいいショットだと思うんだけど、どう？完璧っしょ。4546点。ありがとうございます。レベル、アップ。よし。ところで、調査も進んできたので報告があるよ。オッケー。ベースキャンペーン。お前が調査に出てるとき、またすごい反応があったんだって。博士、早く教えてくれよ。では教えてよだった。そんな口の悪いこと言い方しなかった。ごめん、フィル君。では始めるね。実は樹海の奥にものすごいエネルギー反応が出たんだ。これはイルミナポケモンに間違いないよ。あの辺りにあった遺跡もやはり何か関係ありそうだね。準備ができたらすぐ出発してくれるかな？てかさ、今気づいたんだけど、時式の森ってさ、時間と四季ってことだったのかな？だから四季が巡るよっていう森だった。てか森とさ、時間って言うと、セレビーっていうポケモン思い出しちゃうんだけど、どうなんだろうね。確かね、前作の最後はミュウがラスボスみたいな感じだったはずなんだよね。それ考えると、なんかセレビーが出てきてもおかしくないかなという気はするけど。まあどうなんだろうね。伝説ポケモンはそもそも出るんだろうか。よし。まあイルミナスポットはあるんだけど、え、ちょっとレベル2の樹海ちょっと見たくね。いや、レベル2の樹海がさ、見たくてさ、イルミナポケモンほったらかしてこっち来ちゃった。レベル2になるとね、結構変わるんだよね。ダーテング君はめっちゃ大きく取れるしさ。なんか今回ダーテング多めだね。てか、ニャスパーがめっちゃ飛んでるし。いるんだけどな。やっぱり、レベル2になったら秋になった。やっぱさすが時式の森。めっちゃ隠れてるかもしれないって言ってる。あ、ジャローだ。リンゴどうぞ。めっちゃ食べてる。ジャローン。あー、かわいい。カクカクシカジカ。カクカクシキジカ。なんか、はてなはてなはてななんだよな、これ。あ、あっ！カジッチュ！カジッチュだったのか？あ、コロ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 。ニコー。カジッチュってあんなちっちゃいんだね。
なんかもうちょっと大きめなのかと思った。いやー、コースとして面白いな。なんか四季が変わるっていうコンセプトがめちゃめちゃ好きだ。シャキーン。4000点、ありがとうございます。4200点。いや、今回めっちゃいい感じじゃん。4000点、4000点ってきてるよ。あー、3連4000点ならず。4000点、やばい。今回めっちゃ取ってる。しかも4600点ってかなり高いな。めちゃめちゃ高い。四季実家。まあ、これはまあ、3200点。うん。4400点、ニューレコード。素晴らしい。いや、ジャローダ、これいい感じじゃないの。どうどうどうよ。嬉しそうにしてる様子。4329点。やばい。今回4000点率がすごい。8割ぐらい4000点。素晴らしい。あ、これはもうマジでゴミだと思う。ドラゴンコレクター。秋の紅葉。ドラゴン。ということで、まあ、時式の森をガガッと一周してしまって、まあ、秋の紅葉とかめちゃめちゃすごかったね。まあ、次はイルミナポケモンの姿を見に行こうかな。ということで、ここまでのご視聴誠にありがとうございます。感謝感激、雨あられでございます。次回もまたぜひお会いしましょう。それでは、シャーレのミニポケモン解説。今回紹介するのはこのポケモン、四季ジカ及びその進化系芽吹きジカです。四季ジカは高さ 0.6 メートル、重さ 19.5 キロ。芽吹きジカになると高さ 1.9 メートル、重さ 92.5 キログラムになります。名前の由来は芽吹きと四季とシカでしょうね。面白いのが芽吹きジカの英名で、サーツブークというのですが、ブークの部分はオジカ。まあ、オスのシカという意味で、サーズの部分はサマー、オータム、ウィンター、スプリングの頭文字を取ったと言われています。ちゃんと四季要素が入っているんですね。このポケモンたちの特徴は、なんといっても姿が変わることですね。登場した BW では DS の時間によって1ヶ月ごとに季節が変化します。そして四季ジカたちの姿も春夏秋冬に対応したものに変わります。つまりフォルムチェンジに値するものです。変化条件的に近いのはミノムッチですかね。ただしその後6世代7世代で季節というシステムは廃止されてしまったので、野生で登場したとしても春の姿のみ固定となりました。また春以外の姿も他の季節に変化できなくなってしまったので、現在はトリトドンみたいな姿違いの扱いですね。この春の姿のみしか出現しないというのが響いてくるのが隠れ特性です。XY やオーラスで隠れ特性を入手することはできたものの、入手できるのは春の姿のみ。特性遺伝と姿遺伝の使用上、他の季節の隠れ特性を入手することは不可能でした。BW2 では全ての季節の四季ジカを見せると、隠れ特性の四季ジカを入手できるので、そこで任意の季節に姿を変更して連れてくる必要がありました。あまり意識されないので、実はレアな存在です。今なら特性パッチがあるので、四季ジカ、芽吹きジカが出てくれば、簡単に隠れ特性の子を手に入れることができますね。時代は変わるものですね。ということで、今回はここまで。バイバイ。